登場時、五連時代の7000系車内、側面 A 字ロゴ行き先表示器が、フルカラー LED に改造された後の7055号車、北上急行電鉄7000系電車は、北上急行電鉄が1987年に導入した通勤系電車。神戸市が北上急行電鉄に関する資産を譲り受けした、ことに伴い2020年6月1日より、 神戸市交通局の車両となった。北上急行時代の2015年から2018年にかけて制御機器の更新が行われ、更新車は 7000AK に系列変更されている。1988年の北上線開業に合わせて、前年の1987年から製造された。神戸市営地下鉄、精神、山手線の規格に合わせたアルミ合金製19。 立方メートル扉車体で、窓配置や、編成の構成も同一である。製造は、川崎重工業で、寸法や性能、運転関係の危機器配置は、神戸市交通局の線型に準じつつ、新技術の導入が実施された。翌1988年に投入した2線型との、比較では、全商灯と尾灯の配置、冷房装置の外キせの形状、 全面ステップの有無などの際がある。また、主回路制御装置は三菱電機製 GTO サイリスタ素子による VVVF インバータ制御が採用された。制御装置1機で4個の電動機を駆動する 1C4M 方式であり、6両編成での電動車と、付随車の比率は1、1である。軌道加速度は時速 3.0kmS となっている。 ブレーキ装置は改正ブレーキ併用の電気指令式ブレーキが採用された。台車は住友金属工業製の SU 民電、式空気バネ台車が採用されており、電動台車には FS531 が、付随台車には FS031 が使用されている。デザイン面で親会社の阪急電鉄の影響を大きく受けており、座席にゴールデンオリーブ色のモケットを内壁に マホガニー木目調のデコラを採用している。後に、車両連結面に設置された転落防止ホロも半球タイプのバネで互いに押し合い隙間ができないものである。車体塗装は半球車とは異なり、アイボリージに窓周りが泡茶色のツートンカラーとされた。放送装置は、車内、車外にスピーカーが設けられ、車外スピーカーは冷房装置の着せないに設置された。 当初より北上線でのワンマン運転のため自動放送に対応しており、2012年7月1日からは、精神、山手線でも自動放送が行われている。北上線開業当時、谷上駅に隣接する谷上 s a ビル内に存在したミニ博物館、トラフ、イックプラザ日本系列の実物大車体レプリカが展示されていた。運転シミュレーションも併設され、 三ノ宮、谷上間も一部映像を短縮しつつ体験できるようになっていったが、この施設はすでに閉館され、車体レプリカも現存しない。神戸市交通局では、ホームドア設置に合わせて、精神、山手線の全車両を6000型に置き換える計画となっているが、2018年6月22日時点では、統計式に関しては、代替車両の計画は具体化しておらず、 今後も当面運用を続けることが、北上急行公式フェイスブックにて発表されていた。しかし、神戸市交通局の令和2年度予算説明書には、令和5年度をメドに全車を6000型へ更新する、旨が記述されている。当初は5両編成で登場し、神戸市の車両が6両編成化された1989年に4号車を増結している。 その際、車両の製造が追いつかず第4編成の3号車を暫定的に付随車扱いで第3編成に連結していた時期があった。この間第4編成は旧車になっていたが、翌1990年に本来の付随車が製造され、運用に復帰している。車両番号の不番方法も半球式が採用されたが、中間電動車が2種類あり、区別のために、 M2 車をさらにプラス100している。ただし、下一桁は半球とは異なり、1から振られている。2005年10月以後、車体再塗装の際に、側面窓上に A 字ロゴ、北新機コレールウェイが表記されるようになった。2006年10月までに、全編成が A 字ロゴ表記入りとなった。2014年12月1日から2015年1月16日にかけて、 車内の客室等、乗務員室等を蛍光灯から LED に変更した。冷房装置の交換も行われ、2018年の7053回をもって全編成の交換が完了した。2015年度より機器更新工事が行われ、VVVF 制御装置が GTO 阻止からフルシックモスフェット阻止に交換されている。主電動機の出力に変更はないが、 開放型から全密閉型に換装となり、補助電源装置は140区場の GTO から150区場のイベットに変更された。更新車は形式を変更し 7000AK となったが、車両番号の変更はない。2016年1月31日に第一編成の7051回の6両が竣工した。以降も継続して工事が行われ、 2016年12月16日に7053回が、2017年12月13日には7052回が、それぞれ竣工している。7052回では、行き先表示器が、フルカラー LED 化され、上段に、行き先、下段に、英語、中国語、韓国語及び行き先の駅ナンバリング表示も可能となった。 2018年には7054編成が9月21日に、7055編成が12月14日に改造竣行し、全編成の更新が完了した。神戸市営地下鉄北新線、静清、山手線の谷上精神中央間で運用されている。静清、山手線では1993年から1995年まで、 快速列車が運行されていたが、北上急行車は快速には使用されず、7000系の方向膜には精神、山手線車両で、快速運転開始時に撤去された、新名型、大倉山の表示が残されていた。2014年4月1日現在、7550型は女性専用車両。ABCDEFGHIJKLMN。 OPQRSTUVWXYZ AABAC 鉄道ジャーナル第21巻第12号鉄道ジャーナル社1987年10月85から87ページ ABCDEFGHIJKLMNOP 安全報告書2016北上急行電鉄2017年2月5日時点のオリジナルよりアーカイブ 2020年3月1日閲覧ピアニッシモ、18北上急行電鉄鉄道部、北上急行電鉄7000系、鉄道ピクトリアル1987年10月号、54ページ。ジレノンは1986年に登場した、近鉄3200系電車や新形成電鉄8800系電車などに類似する。北上急行電鉄鉄道部、 北上急行電鉄7000系、鉄道ピクトリアル1987年10月号、56ページ。北上急行電鉄鉄道部、北上急行電鉄7000系、鉄道ピクトリアル1987年10月号、57ページ。FS531FS031 FS、北上急行電鉄7000系代謝金鋭、2018年7月2日。 北上急行電鉄鉄道部、北上急行電鉄7000系、鉄道ピクトリアル1987年10月号、55ページ。北上急行電鉄鉄道部、北上急行電鉄7000系、鉄道ピクトリアル1987年10月号、58ページ。北新規子の投稿をフェイスブック。予算特別委員会資料令和2年度。予算説明書神戸市交通局。 車体側面に、A 字ロゴ表記。北上急行電鉄。2020年5月30日閲覧。ABCJ、RR 編。私鉄車両編成表2016交通新聞社。2016年。163ページ。北上急行7000系7053編成のクーラーが交換される。鉄道ファン。railf.jp。 h t t p s r a i l f j p n e w s 2 0 1 8 0 4 2 6 2 0 0 0 0 0 h t m l ハット a b 2 0 1 6年度民鉄車両同行鉄道ピクトリアル2018年10月号電気車研究会146ページ安全報告書2015北上急行電鉄 2016年8月12日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年3月1日閲覧。ピアニッシモ7ハット ABCJRR 編私鉄車両編成表2016交通新聞社2016年203ページ ABJRR 編私鉄車両編成表2018交通新聞社2017年201ページ 2017年度民鉄車両同行、鉄道ピクトリアル2018年10月号、電気車研究会、162ページ。ABJ、RR 編、私鉄車両編成表2018交通新聞社、2018年20、202ページ。北上急行7052編成の車内表示器が、フルカラー LED に、鉄道ファン。 railf.jp 鉄道ニュース http://railf.jp コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュ2017スラッシュ12スラッシュ25スラッシュ 16000.html 00. パッド2018年度民鉄車両動向鉄道ピクトリアル2019年10月号電気車研究会144ページ地下鉄北新線始まる 北上急行が、神戸市営化、兵庫。毎日新聞。2020年6月2日、配信。2020年6月2日閲覧。奥田秀夫、神戸市営地下鉄邪神州神戸新聞。総合出版センター。2012年。62ページ。JRR 編。私鉄車両編成表2014交通新聞社。2014年。159ページ。 ABJ RR 編私鉄車両編成表2019交通新聞社2018年200ページありがとうございます。